断末真相編始まった。おこんばんは、乙女レイニアです。断末12話の感想を言いたいと思います。チャンネル登録3000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。ついに4期の第2クール始まったね。冬は原作最新刊にアニメに外伝に最高の断末クールだな。嬉しいな。真相に取り残されたベルとリュウさん、この絶望に追い込まれてるベル君見ると興奮するわ。もうベル君もリュウさんもボロボロよ。ここの真相のための4期だから、断末は一生ダンジョン潜っててほしい。ここほんと好きなんだよね。そしてオープニングが竜役の早見さんなの分かってる。ベル君が絶望的な状況の中でベルフたちも回想主に閉じ込められてやばいの。カサンドラに至ってはああこれが予知夢だって言ってもう戦意喪失してんのよね。しかしここでの愛車がいい女だよね。唯一のレベル4ってことでみんなを引っ張って駆け出す。ここの作がかっこよくない？戦闘シーンもちゃんと気合い入れてるんだよね。カメラワークもいいわ。ベルフもリリも春姫もベルに置いてかれたくないって、ベルの隣にいたいって心を奮い立たせて戦闘が始まる。そして春姫の打ち出の小槌からの戦闘かっけー。いやーやっぱりドラゴン退治はいいな。アニメででけえ化け物倒すの興奮しない？ 3D ドラゴンかっけーし、ミコトの普通の御霊、この魔法強すぎるだろう。回想主だろうと関係なくヤムチャにする。いや強すぎ。そしてベルフの魔剣がチート級ね。それでも通じないんだよこのドラゴンは。ちょっと戦力差絶望的だけど、その絶望を超えるのが冒険者なんだから。ベルなしの冒険をしているチームのみんなマジで最高だろこのパーティー。そして最後は胸でかーいカサンドラさんが戦闘に加わって終わった。いややっと始まったわ断末、早く続き見てよ。ベルの方もね、ジャガーノートがすぐそこまで迫ってきて絶望的状況なのよ。この真相っていうのはボロボロのレベル4二人が生きて帰れるような場所じゃないのよ。それでも必死に帰ろうとあがく姿を早く見たい。そして冒頭の合図の言葉がいいよね。真相に行った時、私は初めてダンジョンを怖いと思ったよって合図見たいわ。俺断末で一番好きなのが合図なのよね。合図めちゃくちゃ可愛くない？合図のねこの服装がやばすぎる。マジでドスケベすぎるし、断末はキャラが可愛いから本当に、しかも冒険が熱いのよ。ダンジョンの冒険が熱い。本当にね、対人戦とかいいからダンジョンにこもっててほしいな。第4期はアニメとしてすごい頑張ってるから好感度高いわ。嬉しい。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録3000人目指してね、チャンネル登録動画が伸びるようになるので高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、井口じゃねえか。